や遊び場所ねえねえねえ、ほんと確かに良かったね。どうぞ、ありがとう。いらっしゃいませ。ね、どうぞ、はい、座ってください。あの一度だけ僕こう紹介というか、うん、どんな人が来てる。じゃあ今日は皆さんお忙しい中集まりいただいてありがとうございます。ウミガメの卵の古田と申します。古田ひがみです。と最初自己紹介を簡単にするので、あとまあ一人ずつここに今日どんな風にできたかとか、3月11日からどんな風に思ってるとか、今これでちょっと悩んでてみんなとシェアしたいとか、何でもいいので思いつくのも言ってください。で3月11日の時は私千葉県千葉市に住んでたんですけれども、その時は、まあ、ご存知の方多いと思うんですけど、6歳の息子と夫と3人で暮らしてまして、で子供がちっちゃい時にその青森県の六ヶ所再処理工場のことを聞いてから、放射能と子供の健康とかについてすごく危機感を持ってて、原発がやっぱりいっぱい立ってしまって、気がついたらこんな世の中で子供を産んでしまった責任感とかもすごく感じて、将来この子に何て言ったらいいんだろうっていう、もう申し訳ない気持ちでいっぱいで、まあ恐れてたことが起きたのが3月11日で、もう私は少しでも危険なものから離れたいっていう一心で、夫がまあ理解してくれたので、あの車で飛び出して、結果西日本を転々とした結果で入学が迫ってきたから、宮崎県の今綾町っていうところであの母子で暮らしてます。でやっぱりその気持ちの分かち合える人が誰もいないっていう孤独と閉塞感から、自分の笑顔が日々なくなっていくことに気がついて、あ、子供にこんな子を見せるために避難してきたんだったら意味がないなと思って、でこういう会を立ち上げたいと思って、今はもうすごいもう日々こう問い合わせとかあの連絡があって、多分120家族ぐらい宮崎でつながってきてて、だからここ大事に進めていくことで、日本の中で何か優しい気持ちで将来変わっていくようなことができるんじゃないかなって、すごく今頑張ろうと思ってますあのやっぱりそのあとは一歩避難したくてもできない東日本に取り残されている人たちの気持ちを思うと、やっぱりこちらでこう楽しく優しく明るい発信をしていくことで、その人たちの何かの支えになったり、気持ちこういつでもこっちに来ていいんだよっていうのができればいいかなと思って、はい、で今は夫はちょっともう放射能のこととか原発のことについては年末来たんですけど、もう理解がなくなってて、もう政府も収束宣言をしてるし、いつまでいるんだみたいになっちゃって、だからちょっと離婚の危機みたいなとこもありますけれども、やっぱりでもそういうお母さん多いんですよ。で最近ちょっと変わってきたことで、私も最初はその怒りとか悲しみとか不安とか恐怖とかで、多分息子が病気、原発が原因で病気になって闘病したりとか、もし毎日死んでしまったら多分発狂するっていうか、多分一人でなんか乗り込んでいって政府の人一人でも殺して死んでやるぐらいの怒りがすごくあったんだけど、でもそれで突き動かされてるのってすごい辛いんですよね。でやっぱりそのみんなとつながってみんなで考えないと、やっぱり何も変えられないし。こんにちは、名前は井上理恵と言います。で出身は日向市なんです。職業は今西郷の方で幼稚園に働いていて、で自分の子供も一人いるんですけど、子供と毎日関わっていく中で、なんかこの先大丈夫なんだろうかっていう疑問が湧いてきて、で正直言って3月11日の時はまたすぐ復興できるし、また元に戻れるよねっていうぐらいの感覚でしかなくって、でもそのツイッターとかであの原発のことがいろいろ分かってくるうちに、なんかだんだん不安になってきて、なんか一人だけでなんかもんもんとしてて、なんか私っておかしいのかなって思ったり、あの周りのお母さんたちに言いたくても、なんかそんなこと言ってって思われるのがなんか怖い部分もあって言えなくて、なんかいろいろしたいんだけど繋がれる人が周りにいなくって、でそれでもんもんとしてた時に古田さん の動画を YouTube で見て、すごいそれで感動して、あ、こんな人がいるんだと思って、
なんかこれからの先、自分がどういう風に進んでいっていいかがなんかちょっと見えた気がして、なんかほっとしたっていうか、なんかこれからなんか一人じゃ なかったんだと思って、つながってなんか頑張っていけるんだと思ったら、なんか前向きな気持ちになれたので。こんにちは。ヒューガの耳つぶに暮らしている荒川瑞希と言います。私は実家は神奈川の茅ヶ崎 で3年前にこの子がお腹にできたの分かったぐらいにたまたま、まあ、エディさんが今の家を探したから見つけたからって移住してきて、自分たちの周りにはそういう原発反対というかそういうのは分かってて良くないよねっていうのは当たり前にあるなんていうの仲間たちがいるんだけれども、やっぱり一歩ちょっと外に出た地元の日向の人たちだったり他の人たちとはなかなか温度差があって、そういうのもすごく悩んでた時期にこうひろみちゃんと出会って、この間そのチェルノブイリハートの上映の時にりえさんと会って、ね、一緒に来てちょっと話して、あ、なんか地元にもこういう人がいるんだとか思ってすごい嬉しくって、今日はすごい嬉しいですね、会えてありがとうございます。よろしくお願いします。今年じゃない、去年の4月から津野町の方で暮らし始めた北村美香です。子供が、まあ、7歳と3歳がいて、で出身は私が東京で、もう上の子が生まれるその7年前に、まあ、どこで子育てしようかって言った時に阿蘇がいいって、まず阿蘇に移り住んで、まあ、原発っていうのがちょっとおかしいシステムだよっていうのは前から知っていて、でもし事故があったらこうやって逃げるんだよっていう話も聞いてたぐらい、ちょっと身近には感じてて、だから 3.11 が起きた時に来たかってすごく思って、もう本当ショックで、そのね、人を乗った晩は、うちは父ちゃんも結構すごく放射能のこととかを心配してて、海外に行った方がいいんじゃないかっていうぐらい、うん、心配してて、今の一番のこう課題というか、やっぱりこっちで住んでて一番心配するところは内部被曝だから、食べ物もうね、そろそろこうスーパー行って何買ったらいいんだろうって、もう一生懸命ね、産地とか見たりとかして、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕は左翼と右翼じゃなくて真ん中の仲良くって言ってます。うん、だから今勉強しないと、勉強しないと、次の世代の子どもたちをが、まあ、元気で、まあ、笑顔で暮らしていけるために今大人は何をすべきかっていうようなことを考えられる会になったかなと思います。はい、でその中で2月22日に日向で何かこう一つお話ができる、みんなが集まって話ができる場をしましょう、やろうということが決まりました。はい、から今日参加された方は最初からすごくいい笑顔だったので、会場とかも大事なのかなと思いました。うん、いつも会議室とか公民館なので、もうちょっとこう自然があるところとかのがあるところがいいのかなと思ったり、ようこそセイリンへ、橋口と申します。どうぞご案内いたします。こちらの盆栽です。ヒメシャラという木で椿の仲間です。来月の中頃にはほぼ満開になります。ここから少し出てるけど、自然に水がそこから出てます。いや、綺麗な自然ですね。そうそう、この山、うちの親父もだからこのバッグがあったからこう買った。このバッグがなかったら多分買ってない。うんうん、僕のフェイスブックの中につながります。どこのリンゴ？長野。長野やめてる、ごめん。あ、本当長野やめてる、はい、これはうち、ごめん、全部うちです。大丈夫大丈夫。